前田めぐみは日本の政治家。元徳島県海洋町長。徳島県立海南高等学校卒業。1969年に旧天町職員となり、教育次長、税務保険課長、住民福祉課長を歴任。1999年から2006年まで同町の教育長を務めた。2014年4月23日の 海洋町長選挙で無投票で当選した。2018年の町長選で前長儀の三浦、刺激との一騎打ちに敗れ、落選。海洋町長選、三浦氏が初当選投票率 78.98%8 年ぶり。選挙戦セす徳島、毎日新聞。 https://mainichi.jp/articles/20180423/ddl/k36/010/272000c2018 年4月23日閲覧。Okay. 前田めぐみ、徳島県海洋町長。じじ .com。2017年8月28日閲覧。 参戦挙告示まで1週間。徳島新聞。2017年8月28日へ閲覧。新人の前田氏無投票当選徳島海洋町長選。産 k ニュース。2017年8月28日へ閲覧。海洋町長に新人三浦氏。徳島新聞。2018年11月15日へ閲覧。ありがとうございます。